ブラックフライデーで1000円で買いました。さあ、かな、これね、これね、これで、あ、これドローンか、ちっちゃ、ちっちゃいな、すごいな、こうか、カチ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 、おお、ちゃんと A、B って分けてますね。どっちがもいいの？あ、こっちこっち。これが付属品。充電器と、あ、ちっちゃいドライバー。予備のプロペラとプロペラガード、ああ、これが、あ、すごい、リポが専用ケースに入ってますね。ということは何アンペアか分かんないですけど、モバイルバッテリーからとかでも充電いけますね。で、4電池を、どっちですこれ、あ、こっちか、こっちしかないのか、こういるか、入れて、はい、だで、これどうすんの、これ充電どうするんですか？あ、これね。ああ、なんか、うん、あ、ピッってな。これで、あ、ちょっとだけやし。入ったんかな。これを、こうか。矢印。こう？で、あ、ここやね。それを長押しかな。うん。あ、なんか今ピカ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 、あ、はい、LED がついた、なってますなってます、うん、これで、で、はい、多分、はい、スロットルスティックをこハイロー、こっちモード2なんで、ハイローで、はい、あ、なんかピで、あ、点灯に変わるはず、なりました、はい、なりました、うん、これで、それで離陸準備は OK やから、ただ、はい、ワンキーリリクっていうのがついてて、こう、これしたね、それね、それ押すと多分飛ぶはず、はい、ちょっと、うわすごい、ああ、おー、あ、でも本当火事がもう鈍いですね、そうそう、左肩でディアルレートいけるんで、はい、ピッて言えへん、言わないですね、なんで覚えてくる、なんで言わない、長押ししてもならないな、潰れてるということちゃうかこれそれはフリップかな、あー、もうなんか何もなれへん、ならないですね、ちょっと離して、え、フリップのボタン押しながら、うん、なんかやらないでしたっけ、いや、フリップピッて押したら、ちょっと一回、あ、そう、おお、これ取れてんのって感じやけど、そうですね、あどうですか1000円、すごいですね、あ、今度はロールの、おお、早っ、おお、ちゃんとでもできてんの、できてますね、で、はい、で、はい、この左のなんかサークルみたいなボタン、はい、それを押すと多分、はい、自分の周りを回ってくれると思う、ちょっと、ちょっと話してね、はい、押しました、え、あ、違うわ、全然違う、くるくる回るだけ、止めて、あ、逆や、背面や、あ、なんだ、あ、そういうことね、あ、うん、あのピルエットボタンっていうんですかね、なるほど、を押したら、はいはいはい、でもこれ回る方向がちょっと当てとくのかな、あ、左で、あ、スティックやった方に行くんかな、でもない、あ、
いやなんかずっと右回りしかしない、うん、左回りだった。いや今左回った。今左、うん、今左さっきのロールも左と右と両方やったと思う。あれ右回りばっかり。右回りですね。まだ電池あるのか。あと何でしたっけ。あとよくわかりません。はい、適当に押してみてください。はい、ちょっと怖いから話して。なんかこのオートっていうのよくわかる。オートあれ何や。え、分かれへん。何も聞けへん。風に流されて。そうですね。何も流されちゃうんだ、うん、あとはトリム、トリム取ってみましょうか。前、あ、取れてる取れてる。エルロンの右、あ、いけていけて、はい、取れました取れました。問題は着陸はそれマンキーで着陸できるんかな。そうですね、一回ここで感じなんですか。持ってきて、おお、出て。センサーで下見てるんですかね。なんかここだ。ちょっと下げて。止まんねんや。高度維持がついてるんかな。多分なんかのセンサーが。押しますね。これか。同じボタンですよね。押してコントロール効くと思う。あ、聞きます聞きます。あれ？え？こうじゃないとなんかプロペラが止まれへんねやんか。ああ、なるほど。この言うてたあのドローンのやり方ね。そうじゃないやろ。ないですね、この。結局離陸はこのボタンを押さない。ボタンですね。あかん感じやね。もう一回。おお。こないしてたら風には流せるだけで、スロットルを下げたらちょっとほんのちょっと遅れとこう。この場で、その場で止まってますね。恐るべし1000円さすが。バッテリーまでついて1000円。電池はついてなかった。送信機のあれだけ。送信機の単4電池だけですね。なんかリポンもあの専用のハードケースになんかしてるんで、安全性も。そうです、そうです。言うてたやつしたら多分止まらないでしょうね、これ。あ、ほんとや。止まった。止まりました止まりました。へぇ、すごい。あ、はい、ありがとうございます。そう、いいんすか、そんまに。あ、まあ、1000円やったら十分ですね。十分ですね。ね、めちゃくちゃ、これは面白い、ね。はい、ただ、いつまでも持つか、それが問題。はい、はい、ありがとうございます。